前回のジョン筋、イングランド王ヘンリー2世の馬主として生まれたジョン。イングランド王国元帥としてトーナメントを巡るが、能力が低すぎて大会参加を拒絶される。しかも競技に参加していないにもかかわらず落馬。トーナメントの結果は散々だったが、私生活では息子が生まれるなど順風満帆なジョン。しかし、再び落馬して今度は無能力者になるほどの大怪我を負い、何もできない状態のままイングランド王に即位して反乱で死亡。しかし、そんなジョンの前に創生した兄リチャードが現れ、ジョンにもう一度チャンスを与えたのだった。どうも、みんなのイングランド国王ジョンだぞ。ロード下からまだブルボン公爵ですよ、あなた。しかし、前回は大変な目に遭ったジョン。フランス王の誘いには絶対に応じない。そしてトーナメントには絶対に参加しない。前回起きたような残酷な運命をロードによって回避したジョン。だからといって全ての問題を回避できたわけではありません。ジョンが将来の英国王になるという最大の不安材料が残っているのです。不安材料ではなく安心材料だろうが。所領捨てさせて冒険者にしてやろうかなこいつ。やめて。僕を本当にラックランドにしないで。そしてリセット前と同じようにエルサレムへの十字軍が発生。リセット前の十字軍は不甲斐ない結果で終わったけど、今度の十字軍は必ず勝つジョン。そしてジョンの運命を歪めることになるフランス王主催のグランドトーナメントも開催。この狡猾なるフランス王ルイ7世目、お前のトラップには引っかからない。絶対に行かないぞ。前と同じように十字軍が始まった直後、ジョンのパパのヘンリー2世が崩御して、ジョンの兄ジェフリーが英国王に即位。これで俺は王太帝ジョン。父上、ジョンは父上の愛に応え、イングランドの統治者になりますぞ。そしてジェフリーはプランタジネット家の新たな当主として家庭家とのライバル関係を宣言。一門全体が家庭長フランス王国との戦いに備えよと言ってきました。なんで俺が兄貴と共闘せなあかんねん。フランス王と組んで王位を狙おう。君さっきまで前世で無能力になる原因作ったフランス王のことのの知ってたよね。この偉大な作詞順は個人的感情には左右されぬ。ここはフランス王と密かに通じ、彼の指示を得てイングランド王位を得る順。プランタジネット家内の闘争にフランス王を巻き込むのは、失地確定ムーブなのでやめてください。この英国一の作詞が水面下で動いているとはつゆ知らず、兄上は俺をイングランド宰相に任じたジョン。ジェフリー、ジョン宰相はまずいよ。よりにもよって外交官しかない奴を宰相にするなんて。外交は子供時代にイベントで成長させたからとても高い数値だな。どこがだよ。エルサレムでは十字軍とイスラム教徒の決戦が起きたジョン。ボロ負けしとるがな。サラジンの軍勢を前に十字軍が崩壊する中、勇敢なるジョン軍が最後まで抵抗を続け、全軍として十字軍の撤退を補助。悪魔付きの女騎士、マテルダが戦死するなど壮絶な戦いを繰り広げ、この戦いは敗北したものの、ジョンの有名は欧州全土に響き渡ったジョン。なんかつらつらと喋ってはるけど大惨敗しただけなんです。やっぱりライオンハートがいないとサラディンには勝てないよ。うん、なんか手紙が届いたジョン。手紙の主はエセックス公ジェフリー。ヘンリー2世の私生児でジョンの異母系に当たります。私生児なのでプランタジネット家のメンバーではありません。兄が二人ともジェフリーでややこしいな。で、なんでこっちの書士にはイングランドの人であるロンドンを含む、超重要なエセックス公領を保有しているの？王の方の兄上は何考えてるの？ジェフリー王はなぜか首都ロンドンではなくアクテイヌに置き、完全に大陸を拠点としています。つまり、彼はイングランド王でありながらイングランド本土の統治をないがしろにしています。ジョンは大陸側のブルボン公爵なのにちゃんとイングランドにいますぞ。イングランドをないがしろにはしない。まあプランタジネット家は大陸側が本拠なんでジェフリーがアクテイヌに留まってるのもおかしくはない。そしてエセックス公になった初心にはなんて言ってきてるのこれ？お前をイングランド王にしてやるよって言ってます。なんだって、見る目があるな。やはりジョンの類まれなる才能をイングランド諸侯が見逃すはずがない。全員がジョンを最も王にふさわしい人物と評価しているのだジョン。寄せやすいと思われてるだけじゃない。見よ、このジョンを王に衰退する運動が諸侯の圧倒的な支持を持って開始されたぞ。参加者二人だけじゃねえか。中心はエセックス公とイーストアングリア公。つまりイングランド諸侯はジョンを支持しているということジョン。大陸諸侯を後ろ盾とするジェフリーとイングランドを後ろ盾とするジョンという構図ですか。フランスでも王が代替わりしたようで我がライバルフィリップが即位していたジョン。こっちもこのぐらいの能力の君主を使いたいよ。長男ヘンリーが施策家の特性を得たので管理教育で育てることにしたジョン。ジョンを反面教師にして立派な大人に育てよヘンリー。反面教師にするな。この頃、ジョンに次男ラルフが誕生。ラルフ？ジョンという名にするジョン。一方イングランドでは諸侯による反乱が発生。王権低下を求める諸侯による軍権戦争が起こったジョン。ジェフリーには十字軍に軍勢を派遣していてその兵力はかなり消耗。勝ち目はないジョン。そしていつの間にかジョン王に衰退する派閥がバカでかくなってたらしく、軍権戦争以上の規模の反乱が同時発生。我が人望が3万の兵力となって現れたジョン。皆に尊敬され、誰からも愛される大王ジョンの治世始まりジョン。ジョンは仁義と忠義を重んじる騎士道精神あふれる性格。どこがだよ。故に兄上に反旗を翻すなど考えもしませんでしたが、諸侯らがここまで私を押してくれているのであれば立ち上がらざるを得ませぬ。反乱したくはないけど仕方ないみたいな演出やめろ。今こそ諸侯の声に応え、ジョン、このウェアハムより挙兵します。ジョン、ジェフリー王と同盟組んでるんでこの反乱に関われないんですよ。なんでや、俺を挙兵させろ。
諸侯の先頭に立ち、教会へと向かい、かっこよく戴冠式を開くんだろうが、ジェフリーはこの反乱を抑えられる状況ではありません。反乱には関われませんが、ジョンのイングランド王戴冠はほぼ確実となりました。ついにジョンの時代が来るジョン。さあ諸侯よ、このジョンに兵服せよ。我がイングランド史上にその名を刻む名君ジョンなり。家臣の伯爵グエがジョンに愛の告白をしてきました。うほ、いい男。ジョンは両性愛者なので同性愛者の家臣とこのようなイベントが発生。二人はテムズ川の土手と向かいました。ロンドンの県北で会えるやつなら最高や。諸侯がジョンのために戦っているにもかかわらず別のことに勤しむジョン。いや、作詞たるジョンはちゃんと根回しをしています。ジェフリーに対する暗殺計画を始めるな。フィリップ尊厳王まで参加してるし。この暗殺計画を始めた直後、ついにジェフリーには諸侯に降伏したジョン。かくして1198年、32歳のジョンはイングランド王へと戴冠。どうも、イングランド王ジョンです。ジョンザグレートと呼んでくれたまえ。ジョンザラックランドさんですよね。イングランド王はどう見ても本物のエクスカリバーを2本も保有しているんだジョン。どう見ても贋作だろうが。そしてジョンにふさわしい剣、カーテナとエドマンド殉教王の頭。まさに欧州で最もきらびやかな宮廷がここにあるな。ジョン、ここからが苦難の道。ヘンリー2世が息子たちの反乱に苦しんだように、ジェフリーが即座に反乱を起こされた言いさせられたように、諸侯たちを統制しなければイングランド王国は内乱の末に弱体化し続け、史実のようにフランスにつけいられ、失地することになるでしょう。ふん、ジョンは諸侯の指示を受けて即位した王。諸侯は皆ジョンに兵服しているジョン。しかし、ジョンの直轄領は3つしかなく、しかも全てバラバラにあります。理想的には全て同じ公爵領内に持ちたいですが、全部バラバラです。そしてジョンを衰退した諸侯らはフックを使って封建契約を変えるなど、ジョンを利用して自らの権利を拡大したいだけ。諸侯を整理しなければ安住帝国は崩壊間違いなし。ならば最初に狙うはジェフリーに。おいおわれ、破門までされ、哀れな姿ですな兄上。まあジョンはとっても経験なので破門されることなどありませぬ。丁寧に振るのやめてね。大事にしてきたアキテイヌ公領は没収ですぞ。今やプランタジネット家の当主、そしてイングランドの王はジョン。国王の命令は絶対。ジェフリーは反乱を起こすことなくジョンの命令に服従。これで兄上は公爵ですらない一伯爵領の領主。もはや脅威ではないな。絶対反乱を起こすと思ったけど服従したね。兄上もジョンの意向に屈したんだジョン。このイングランドにおいてはジョンが絶対君主なり。そしてもう一人、ヘンリー2世が5歳との間に作った弟ジェフリーがいます。ジェフリー多すぎだろ、ややこしいジョン。彼はポワ系公爵なんですね。まだ子供だし、脅威にはならんジョン。しかし、ジョンより20歳下の弟とは、父上は最晩年までお元気だったジョン。兄から奪ったアキテイヌを直轄化し、領国経営の改革を始めるジョン。ジョンの天才的経営能力により、直轄領を4つも持てるジョン。国王としては直轄領上限の最低値ですよそれ。これまでの本拠道セットに加え、アキテイヌの三白領を直轄地として財政基盤を強化するジョン。しかし、兄を粛清したジョンの前に文献派が出現。安住公を筆頭とする兄上に近い大陸諸侯たちだ。くそったれ。その地安住まで反乱に加わるとは。諸侯の反乱を前に窮地に立たされるジョン王。ジョンの策謀能力は29。こいつらを叩き潰す策略を練ってやる。長男ヘンリーとスコットランド王女の縁談をまとめる。これでスコットランド王ウィリアム一世と同盟成立じゃい。婚姻同盟結んで他国に頼って反乱対処しようとしてるだけじゃん。そして今発生している諸侯の文献運動の背後にいるのは確実にジェフリーに。破門を理由に投獄し、イングランド王への請求権を放棄させ、二度と王位に返り咲けないようにしてやるジョン。しかし、ジョンの投獄命令に対し、ジェフリーは抵抗。ジェフリーは1300の兵を率いて放棄しました。兄上、ジョンは1万、2000人動員できるのですぞ。ジョン、狩猟党のボーテギンが熊を連れてきました。これを国王陛下に献上しますのでペットにしてくださいと言ってます。素晴らしい。熊をペットとして飼おう。どうしてこうなるの？ 25% を引いて熊に襲われ、怪我をするジョン。痛い。どんな治療してんだてめえ。さらに傷の治療に失敗し、傷が可能するジョン。これは熊を使って暗殺しようとする兄上の策謀に違いない。いや、単にお前の運が悪いだけだよ。なんかニュースが来たよ。テムジン君がチンギスハーンを宣言し、世界征服を始めたみたいです。1178年シナリオだとテムジン君はプレイアブルキャラクター。プレイヤー操作でも1200年頃になるとこうやって覚醒します。世界征服だかなんだか知らんが、ジョンがやっつけてやるぞ。さすがにイングランドに来ることはないと思うけど。ジェフリーにはすぐに降伏。この反乱を鎮圧したことでジョンの正当性は運命づけられし者となり、誰もが認めるイングランド王となったジョン。絶賛反乱派閥成長中なんですけど。寛大なジョンは兄上の領土を没収せず、請求権放棄だけで許したジョン。これでジェフリーは王位への請求権を失ったね。直後、兄上の投獄に憤ったジェフリー派諸侯どもが反乱を宣言。きっちり叩き潰してやるジョン。反乱軍は1万、6000程度。対するジョン軍は1万、2000。にわが盟友のスコットランド軍1万、3000が加わるジョン。スコットランドの方が多いじゃねえか。でもなんかイングランド軍単独で勝っちゃったわ。
さすがはこの軍事の天才ジョンが育て上げたイングランド軍なだけはある。単に自分の領土での防衛だから数的不利でも勝てただけだと思う。最初の海戦に勝利した後、スコットランド軍も到着し、我が軍が終始優勢に推移。いやー、ジョンが策謀だけでなく、軍事的にも天才であることがバレちゃったな。そんな大した戦争じゃねえだろ。そもそも今回の反乱に参加してるの6諸侯だけですよ。というわけで文献戦争を簡単に片付け、このジョンの権力はさらに拡大。反乱諸侯は全員粛清していくジョン。全員領土没収した後拷問な。ジョンは策謀パークを進めているので拷問すると能力が上がります。おじさんはねえ、君みたいな生意気なねえ、反乱諸侯の悶絶顔が大好きなんだよ。反乱の中心となったアンジュー侯の領土。我がアンジュー家の父祖の地タルト地は次男ラルフに与えるジョン。あとラルフではなくジョンと名乗れ。というわけで次男ラルフはアンジュー侯位を与えられると同時に、その名をジョンに改名させられた。しかし、次男なので、イングランド王ジョン2世になることはないだろう。さて、これで当面反乱の心配はなくなったジョン。ジョンは拷問を続けた結果、95も恐怖があり、家臣を恐怖支配で統制することに成功。組織だった反乱が起こることはなくなった。父上ですらも苦しめられた諸侯の統制に成功したジョン。一度反乱を叩いただけで支配を確立したジョン。フランス王が伝説講演してくれないかと言ってきた時も。よし、支援してあげるジョン。と言いながら、即座に伝説への支援を停止して金を半分しか返さないという詐欺行為を実行するなどして、フランスとの対立を深めていたが、その直後にフランス王は脳卒中で倒れて病死、因縁のライバルフィリップ尊厳王が病去り、フィリップに男子がいなかったことから家庭長は断絶。家庭家の分家であるドルー家のロベールが王位を継ぐも、天然痘にかかっており健康状態は最悪。これによってイングランドにとって最大の外敵であるフランス王国も弱体化し、ジョンの地位を脅かす者は消え去ってしまった。すべてこのジョンの計算通り。バッドイベントはよく引くけど、ライバルはどんどん死んでいく。運が良いのか悪いのかよくわからんなジョン。なんかプランタジネット家の家長が知らない子供になってるジョン。なんでジョンじゃないの？このラナルフはジェフリーの意地ですね。ジェフリー系統が本家とみなされてるみたいです。というか兄上もいつの間にか死んでたんだ。本当にライバルみんな創生しますね、ジョン。そういえばジェフリーに暗殺計画立ててたけど、やってないよね。やったわけないジョン。やってんなこれ。諸侯の指示を得たジョンは相続法として高度分割相続制を制定したジョン。分割相続のコントロールがやりやすくなりますね。イングランドはノルマンコンクエスト以来、ノルマン人に支配されてきたジョン。そして我らはフランス貴族としてフランス語を話して統治してきたジョン。しかし、現地人の間にはアングロサクソンとフランス文化が混ざり合った新たなイングランド文化が生まれている。我々はオイル語を捨て、アングル語を喋るジョン。これから我らはフランス貴族ではなく、イングランドの貴族として生きるジョン。ジョンはなんと驚きの文化改革を実行し、ノルマン貴族によって支配されてきたこの国の統治体制を一変。自らイングランド文化を採用し、英語を話し、現地人に寄り添う政策を始めたのです。ガスコーニュ、母上の領地だった土地。この地を没収するジョン。ガスコーニュ公に領土剥奪を命じるも、文化改革を進めるジョンに不満を持つ分子たちがここぞとばかりに反乱。ふん、諸侯の信頼を得たジョンは今や2万の軍勢を動かせるジョン。この程度の反乱など怖くはないわい。スコットランド王や新たに同盟を結んだスウェーデン王まで召喚し、5万、5000の大軍勢で諸侯軍を粉砕。この国を持続可能な体制にすることこそ我が使命。サステナブルプランタジネット計画の開始ジョン。何を言っているのかわからないが、覚醒しだしたジョン。イングランド史を大きく変える大改革が始まった。フランスは内乱状態、大陸に依存した統治は不可能。イングランドはフランスから自立し、ブリテン島を拠点とした新たな体制を作るジョン。果たしてジョンの改革はどのような結果になるのか？そして本当に歴史に名を刻む偉大な国王になることができるのか？